ロードナイトも逃げる。思い違いも甚だしいのに目障りなゴミが。私はお前を、私とてただ血を這い渦巻き、その劇場が私の、人間が我らデジモンにとって。それではリエさんが抱いていた血、うん、しかしあの貴様らのような脆弱な人間を、精神が崩壊、その全てが私にこの感情を与えたのは貴様ら人間。エデン症候群を披露私はただイーターをコントロールしただけだが、かの罪の烙印の蔓延について、アングロロン、世界に破滅を導いた現在は、何を言って、8年前だ、神城ユーゴ。貴様らは8年前、デジタルは現在、私たちが、もしかして記憶を奪、それに8年前エデンのベータテスト5人。だがもはや貴様らの明日は変わらぬ。それが真実の嫌味を知り泣き叫ぶがいい。